高速道路を行ってみれば爆走するような仕事の仕方はもうしないように、絶対法定速度は守ろうねって自分には言い聞かせてるっていう感じですかね。皆さんこんにちは、丸岡いずみです。今回の動画では過去のうつ病を乗り越えて現在行っている活動や、動画の後半ではうつ病を経験して学んだことや視聴者の皆さんにお伝えしたいことをお話ししたいと思います。それでは吉岡先生、よろしくお願いします。お願いします。再発っていうところなんですけれども、一般的な意見では、なんか5年間で半分ぐらいの人が再発するみたいなことを言われたりするんですけど、じゃあどう再発しないかみたいなところになるんですが、まずはやっぱりその自分のストレス状況とかに気づけるっていうところが一番かなと思っていて、そこから先のメンタルマネジメント、ストレスマネジメントみたいなところで言うと、まずは余裕のあるうちにしっかり休む。で、睡眠時間についてやっぱり一番大事だと思っていて、脳由来神経栄養因子 BDNF っていうのが、特にその心理的ストレスなくても睡眠時間が短いだけでも低下してくるっていうのが文献で言われたりするんで、理想は6時間以上、さらに言うと8時間、取れると理想なんですけど、もちろん職業とかね、ライフスタイルによってなかなか難しいって方もいらっしゃると思うんですけど、あとはですね、最近腸内環境とかうつ病とか精神疾患にすごく関連があるっていうのが分かってきてるんで、質のいい食事をとるとか、タンパク質とかビタミン、ミネラル、そういった大事な栄養素をしっかりとる、そういったところが非常に大事かなと思います。で、丸岡さんなんか今こう気をつけられてることとかってあったりするんですか？そうですね、当時なったような、高速道路を行ってみれば爆走するような仕事の仕方はもうしないように気をつけようって思っていて、高速道路を絶対法定速度は守ろうねって自分には言い聞かせてるっていう感じですかね。すごいいいですね、その表現。なんか使わせてもらったら、なんかすごい分かりやすくて、自分のストレス状況とかね、そういったものをよく見ながら生活していくっていうのがやっぱり大事になってきますよね。うつ病の公表っていうのは、丸岡さんの場合は、その方とはちょっと違うかもしれないんですけれども、自分がうつ病だとか、そういうことをこう伝えることについて、なんかこう、考えというか。なんか私の場合は、職業柄もう隠しておくっていうのはできなかったわけですよね。結局その週刊誌がバーってきて、そうなってしまったので、私は発表っていう形を取ったんですけれども、その方その方のお考えでいいんじゃないかなとは思うんですけれども。まさに同じ考えなんですけど、脳の、病気っていうところもあるんで、どんな人でも条件が揃えばやっぱりうつ病になるっていう、そういったところがだいぶこう世の中的にも少しずつ分かってきてるのかなと思うので、公表した方が生きやすくなるんであれば全然した方がいいし、別にそのしなくていいっていう人は全然しなくていいと、僕もそういうふうに思ってます。そうですね。先生からもお話ありましたけれども、心が弱い人がなる病気みたいな捉え方っていうのが一番良くないなと思っていて、まずうつ病はもう脳の病気っていうふうに、なんていうんですかね、アメリカなんかではもう当たり前のことって今捉えられているし、で、日本でもやっと五大疾病に入ったわけですよね、うつ病も。だから心筋梗塞とか糖尿病とかと同じところに並んだわけで、先生おっしゃったように、いろんな条件が重なったらもう誰でもなる病気なので五大疾病に入ったわけであって、だからそこの捉え方を変えれば、自分が公表するのかそれともどうするのかっていうのの判断材料の一つにはなるかもしれないですよね。じゃあ、うつ病って分かってる人がいたとして、じゃあどう接するかっていうところなんですけど、同じどんな人にもこの接し方が正しいっていうのはまずないっていうのが一つ大前提で、その定型の人はやっぱりその真面目責任感強いみたいなところがあるんで、あまりにもこう大丈夫か大丈夫かみたいに扱われたりすると、それが逆にストレスになったりとか、つかず離れずいい距離感でちょっと見守るみたいな感じがいいんじゃないかなと思ってますね。で、逆に非定型の人の場合は、少し背中を逆にこう押してあげるというか、なんか励ましてあげたりとか、もしやれるんじゃないみたいな感じで、その人がこう考えてることとかに共感を示しつつ、ちょっと背中を押してあげる。いや、先生のおっしゃる通りだなと思います。これは主治医にも言われたんですけど、丸岡さんみたいにつり革をこう持ったまま寝れたりとか、被災地に行ってもどこでも眠れるとか、そういう人がもういつか眠れないってなったらもう病院に行かなきゃダメなんですよって。それはやっぱり十人十色だから、精神科の先生方っていうのはその人を本当にこう見て診察なさってるんだなっていうのをすごい私は感じました。丸岡さんが、うつ病を経験されて気づいたこととか学んだことっていうのがあれば教えていただけますか？まず一つは、
休むことも生きることっていう、うん、それは本当になんか気づきだったなっていうか、まあ、立ち止まったらもう人生終わりだみたいな脅迫観念みたいなものがあって仕事をしている人たちって多いかもしれないなと思っていて、だけど意外と休んでみるとそうじゃなかった、でいや自分はこうこうだから休めないんですよっていうその理由は理由付けもいくらでもできると思うんですよね。なんだけどそれを手放さなければ明るい未来というか自分の次のステージはないっていうぐらいその休むことを大切にした方が特に日本人はいいんだろうなっていうのは思いましたね。今現在取り組んでいる活動についてもちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、そうですね、今はまあオファーがあればもちろんそういう講演活動もしておりますし、はい、あとはまあこれきっかけでカウンセラーの資格を取ったのでそういう部分でもこう世の中に何か貢献できることがあればと思っていて、松見高等学園という私立の学校なんですけれども、そこでちょっと顧問をさせていただいていて、まあ、自分の経験がそこでちょっと役に立つような場面があればなということで活動はしています。ありがとうございます。まあ、うつ病っていうのは脳の病気であって誰でもなる可能性がある病気ということで、仕事とかいろんなライフスタイルをやりくりしていくかっていうところが一番大事なのかなと思ってますし、そこをまあ考えていくことがよりいい自分の人生っていうところにつながっていくのかなと思ってます。人生は休むことも生きることだなっていうのはすごく実感しています。うつ病は条件が重なれば誰でもなる病気ですので、焦らずに皆さんも治療していただければなと思います。